はい、皆さんおはようございます。だんだん暖かくなってきてね、花粉が飛んでね、もうひどいことになってさ、この間、どこだっけ？箱根か。箱根でゴルフやったらね、ほら、植栽されてるのがさ、杉なんだよ。で、それでね、天気がバーって良くなってさ、これ風が吹いたから、もうもろに頭からもう花粉バンバン被っちゃって、でも夕方になったら涙は出てくるわ、鼻水は出るわでね、いや、ひどいことになって。で、その日にね、薬局行きやがったんだけど、ね、まあ、シャワーで沸いて落とせば治るなんてこと考えたらもうとんでもなくてね、もう夜中中ずっと鼻水出っ放しで、もう寝るに寝れない状態で、で、朝もう飯食ったら速攻でね、近くの薬局に、駆け込んで、一粒飲むと、一日、なんかさ、花粉症がね、出てこないみたいな薬買ってさ、飲んだんだよね。で、ようやくなんとなくね、こうやって、できるようになったけどさ、いや、花粉ってね、なんかさ、誰か撒いてんじゃねえの？ なんかさ、花粉症増えてるよね。で、うちの奥さん、もともと花粉症じゃないのにさ、さすがにこの間はね、ちょっと鼻クシュクシュ言ってましたよ。だからもう、ちょっと皆さんもね、花粉症気をつけてもらいたいなと思いますね。で、今日も一応、ご質問にお答えするんだけども、山高26233？贈与も岸田政権の増税により、年間税金のかからない110万円を贈与しても、贈与税の課税対象期間が生前3年から7年に延長されました。そのうち10年とか20年になるのではと思いますと。高齢であれば増税もできない状況ですよね。これだけ見るとそうだね。これだと法人所得にして資産の2倍の不動産を借入金で購入して株価を圧縮するしかないのではないかと、最近考えるようになりました。そうだね。で、これもね、多分ね、3年縛りなんですよ。だから、購入して、ね、母価額があるけど、確か3年以上持たないと、これをね、相続税評価にできないんだよね。っていうような形になったと思います。で、しかし、政治家の政治団体には相続税も贈与税も100億あっても非課税です。政治家のみ抜け道がある制度は不公平ですが、会長はどう思われるでしょうか？まあ、本当そうなんだよね。だから、二世議員の人たちがさ、お金に困らない理由ってそこなんですよ。継承しちゃうわけじゃん。そうすると、ね、そこの、まあ、財産に対してはさ、いわゆる非課税だから、ね、その資産を使って、まず政治活動できるっていう。まあ、これはね、医療法人なんかもそうじゃん。あと宗教法人もそうだよね。要するに、課税っていう物事の考え方の中に、やっぱりこう、将来的に、残していかないきゃいけない、ようなものっていう判断されたものについては、税金がかからないんですよ。だから、宗教法人とかね、やっぱり、まあ、大量な不動産を持ってても、それをさ、じゃ例えば、ね、まあ、お坊さんなりさ、宮司さんが亡くなったらね、結局、税金取られちゃうっていうような制度だと、やっぱりそこのところはダメなんで、とりあえずそういう制度ができてるわけだよね。で、一時宗教法人ね、もう、売買されてね、で、僕の知り合いのお父さん、宗教法人かってお坊さんになっちゃってさ、非課税なんてつってさ、いろんなことやってた人いましたよ。だけど、それもね、今、少しずつ網かかってきて、簡単にできないのね。で、まあ、だから逆に言うと、政治資金規正法っていうのがあって、で、すべてね、チェックされてるわけじゃん。だから、そこの規制がかかっているから、そういう制度になってるわけだよね。だから、まあ、そこはまあ、なんていうかな。しょうがないっていうか、しょうがないね。だってルールなんだから。ってことですね。だけど、このね、まあ、3年から7年に延長されましたっていうことなんだけど、ここについてね、ちょっと解説すると、確かにそうなんだよね。歴年贈与っつって、毎年ね、110万ずつは、
までは、譲渡、贈与税かからない制度なんですよ。で、今回、2500万までの、要するに、相続時精算課税を、ね、選択して贈与した場合は、ね、贈与税かからないわけ。だけど、今度は、ね、行ったことによって、この歴年贈与を110万円ずつ、ね、しても申告しなくていいんですよ。だから、ある意味では、ですね、そこはちょっと抜け道になってるんだけども、歴年贈与自体が、いわゆるこの、なんとの、まあ、精算、ね、相続時精算課税でやった場合は、110万ずつのね、贈与はさ、申告しなくていいってことは、申告しなきゃいけないわけだよね。だから、まあ、そういうね、こともあるわけね。だから、そういうような形で、節税すればいいわけだよね。で、ここでちょっと言えません、ね、それはね。まあ、脱税じゃなくて、ちゃんとね、そういうルールに基づいたさ、節税方法ができたわけだから。だからそこはぜひ活用した方がいいんじゃないかなと思いますね。だまあ税金ね、特に富裕層っていうのはもうターゲットにされちゃってるから、当然だけどね、まあ前にも言ったかもしれないけど、要するに誰も反対しないんですよ。いわゆる、相続税が上がったっつったって、別に持ってるやつが取りゃいいじゃんっていう話になっちゃうわけじゃん。で、今度ね、贈与税だってそうだよね。その贈与税の、ね、の親からさ、100万ね、毎年もらって、ね、そんなの許されるかみたいな。200万もらったらね、その分お前税金払えみたいな。ね、そういう風潮になるわけですよ。つまり、どうだろうね。相続税払う人って今6%くらいじゃないの？前は3%から4%くらいだったのが、今6%から8%くらいになったのかな。だから、確かに少しずつこうね、富裕層増えてきてて、で、この人から取るっていうね、まあ、究極的にはこの財産税っていうものはさ、ならないことも、とも限らないわけじゃん。だから、そうなった時に、ね、一般庶民の人たちは、やれやれとかなっちゃうわけよ。だけど、こっちからしてみたらさ、別にね、親からもらった財産あるわけじゃなくてね、自分で築き上げたさ、財産ね、で、それもさ、不動産なんていうのはね、買うたびにさ、ね、不動産、まず印紙税かかるわな。契約の時に印紙貼ってさ、印紙税払って、その後に、ね、不動産取得税、登録免許税、登記するときに登録免許税かかるわけですよ。それで、規模が大きくなってくると、この事業税も取られるし、個人であってもね、所得税取られてるわけじゃない。もう税金全部払ってんだよ。にもかかわらず、なくなったまた税金取られちゃう。なんてさ、二重課税じゃん。だからこの二重課税の仕組みを、ね、今、世界では少し見直そうぜって話になってるんだよね。だけど、各国が財政が厳しいから、やっぱり取ることを考えるわけだよ。だから、税金っていうのはね、決めちゃえば、そのルールに従わざるを得ないから、ね、国民の財産を、ね、要するに、いくら、まあ、承諾って言い方失礼かもしれないけど、してもね、要するに、お咎めがないんですよ。例えば、わかりやすく言うとさ、ね、消費税なんかさ、誰も、ね、賛成してないでしょ？で、ね、消費税やりました。ね、そしたら、ね、まず3%から始まってさ、ふざけんなこの野郎って言ったって、ね、要するに、3%払わないとさ、ね、要するに、持ってる財産、ね、差し押さえて競売だから、っていう、ね、強行に出てちゃうわけよ、国家っていうのは。だから、ね、相続税もそうだよね。払わなかったら差し押さえて競売。ね、だけど、ルールは向こうが決めるわけじゃん。だから、これはね、厳しいよね。でも、もう財産税もね、まあ、これがね、本当になるとすればだよ。俺だってさ、本当、許し難いことになると思うんですよ。だってそうでしょ？ね、例えばさ、ね、相続が発生して、ね、現金が少し発達するじゃん。ね、その現金が相続税払った後に、はい、財産税って言ったら、またそこから90%取るのかみたいな、なっちゃうでしょ？だからまあ、それはね、財産税もこう累進課税になるとは思うんだけども、そしたらさ、国民の財産全部国に取られちゃうのと一緒でしょ？っていうような社会がもう構築できちゃってるんですよ。だから、ある意味では、ね、この税金っていうものはね、うまくできてて、ね、それが3%か5%になってね、8%になって10%になって、ね、で、今度はまた上げようなんつってて、
で、ひどいのになると、ね、25% まで持ってくんだ、みたいな言ってるわけよ。あら、もう国民飢餓しますよ。だって、所得上がってないんだから。ね、で、消費、ね、促進できてないわけじゃん。だから、ね、本当に言うとさ、ね、消費を促進すれば、消費税が決まってるんだから、取れるんだよ、税金。だけど、消費は促進策やらない。ね、それで、そうね、消費税は上げる。だから国民は消費税が上がれば、ね、緊縮財政になってお金使わない。ね、とか、老後にお金貯めとかなきゃいけないとかなるから、ね、結局ね、個人のストックはね、増えてっちゃうわけじゃん。で、増えたことに対しても、財産税だから。これも溜まったもんじゃないでしょ。でさ、ね、世界と比較するとって必ず言うんですよ。だけどさ、世界と比較してね、例えば消費税が安いのはわかるけども、その代わりに、ね、その国はさ、他の恩恵があるんだよ。ね。だから、ね、消費税について、ここの部分で見る。所得税について、この部分で見る。なんだかんだで見る。だけど、じゃあ、一人当たりの、ね、その税負担分と、社会保障費の負担分がどれくらいなのかっていうのを、世界で比べてみてくださいよってことなんだよね。だからそれはやらない。なんでかっていうと、都合が悪いから。なんだよね。だからなんかさ、都合のいいことはね、ね、例えば、金融庁か財務省かの、ホームページでね、国民の財産、国民の借金はいくらだ。借金ってお前なんかじゃなくて、俺たちの借金じゃないよね。だって払ってるんだもん。おかしくない？だって払ってる奴がさ、ね、債務者なんだから。おかしくない？って言うような理屈を誰も、ね、疑わずに、そうか、一人当たり、ね、900万の借金か、ね、これ大変なことだ、言ってるわけですよ。ね、だけどさ、それ、俺の借金じゃない、あんたたちの借金じゃん。ね、だってこっち払ってんだもん。ね、だから、本当だったら、ね、こちら側がお金払ってんだから、まずね、権利と義務で考えたら、権利をある、ね、僕たちがお金払ったから、ね、言う権利はあるよね。で、僕たちがその行政に対してサービスを受ける、ね、権利があるわけよ。ね、で、納税っては義務があるわけじゃん。だけど、今度ね、義務を課したやつが、今度さらに義務を課すんだから。おかしいでしょよ。っていうことを誰も言わない。え、俺はおかしいと思う、それは。なんでかったら、ね、今まで全部税金払ってるんだもん。ね、で、それもさ、ね、ふるさと納税だってしてないんだから、僕は。ね、一回やったけどなんかさ、ね、うなぎとか、ね、焼肉とかさ、いっぱいもらったけどさ、ステーキの肉とかもらったけど、なんか食べてる時に、なんか悲しい気持ちになるんだよね。なんかさ、ここの町にね、じゃあなんで住んでんだろう、思うわけだよね。やっぱりさ、この地域社会に貢献するためにね、いろんなこと今やってきてるよね。で、税金も落としてますよ。ちゃんとしっかり。ね、落としてるのよ。ね、でも、サービスが満足受けられないのは、この町自体のその借金、過去に作ってきた借金が重くのしかかってるからダメなわけじゃん。だから早く借金返すためにね、もう我々頑張ってやってるわけですよ。納税という意味でね、借金を減らそうとするんだけど、ところがさらに新たな借金しちゃうからさ、あれダメでしょうよ。国はもうそれなんだもん。っていうことだよね。だから、なんかさ、我々ってさ、うまい具合に狂気されてるなと思ってるわけ。で、ね、そう、税金って言えばね、仕方ないな、なるわけだね。で、そういう教育を受けてきてるから、なんとなくこうさ、それに従ってるけど、だけど、そのね、国民一人当たりの借金何百万っていう話は、これは通じないですよ。だったらあなたが自分たちがまず努力してね、借金減らすようにしなさいってことじゃん。ね、で、それのために、ね、行政が動くならね、いいと思うんですよ。だってそうじゃないもん。また追加、貿易だな、と、ああいうわけじゃん。あの貿易だってさ、実際問題でね、蓋開けてみるよね。要するに、アメリカの債務を、ね、減らすために、わざわざアメリカからさ、飛行機買ってきてるんですよ。ね、その、一機あたりの利益、どのくらい抜かれてんのよって計算すればわかることですよ。で、にもかかわらず、なんかしらよ、ね、この、ロシアのね、ウクライナ侵攻で、ああ、戦争になったら危ないな、いや、しょうがないな、ね、軍事費上げてもしょうがないな。もうしょうがないな。一人当たり国民のね、借金、給付なんて、ああ、しょうがないな。みんなしょうがない、しょうがない、しょうがない、言うんですよ。だけど、しょうがなくしてると誰だよっていう話じゃん。っていうことをよく考えない。だから、こういう、ね、そのためにこういうさ、政治家のね、人の、いわゆる、
ね、政治に没頭してもらうためにさ、そういう予算とか税制があってね、やってるんだから、それをちょっと理解してね、自分たちでね、胸にも、ね、手を当てて考えようよっていう話、ね、こんなんでいいのかっていうことを、ちょっと皆さんにね、僕は考えていただきたいなと思いますよ、政治家の皆さん。ね、聞いてたらお願いしますよ。ね、僕たちはちゃんと税金を納めて、ちゃんと事業をやって、お金を納めてるんだから。ね、そのお金をね、まあ、僕たちは、まあ、ある程度いいかもしれないけど、もっと所得の低い人たちっていうのは、すごく頑張ってさ、納税してるわけじゃない。苦しい生活しながらね。で、ね、スーパーでもさ、ね、少し、なんとの、こう、1円でも安いとこ行ってね。で、もう努力がさ、もう血の滲むような努力してる人たちがいるんですよ。でも、その少ない所得の中で税金を納めてるってことをよく考えた方がいいんですよ。だからそこはね、ちょっとぜひ、ね、その料亭で飯食ってね、こそこそ打ち合わせするんじゃなくてね、まあ、そこらのさ、ね、居酒屋さんで、ね、打ち合わせしてみな。衣笠のお多幸とかさ、あの辺に行ってさ、ね、小泉進次郎とかさ、麻生さんなんかが、あそこで飯食いながらさ、ね、言ってみな。周りの人の意見全部聞けるよ。ね、政治家ってそういうもんじゃないの。昔、中田宏さんがね、横浜市の市長をやってる時に、うちの事務所にね、たまに来てさ、で、倉井さん、ちょっと話聞いてよなんてね、いろいろ話してさ、その後何すると思う？倉井さんね、ちょっと2、3件さ、付き合ってよって言うんだよ。で、何するかっていうと、ね、まあ、そいつはなんだけど、身体障害者のね、やってるような、焼き鳥屋さんとか行くのね。で、僕は、まあ、僕も一応ほらね、あの時テレビ出てたから、結構有名じゃん。で、中田さんも、もうあんな顔でかいし、背でかいから、目立つじゃん。そう、中田師匠だ！わけだね。写真撮ってください。おいおいよ、なんて写真撮ってさ、そうするとさ、ね、何時までいますか？なんていうか、まあ、1時間くらい飲んでるかな？言うと、ね、そんで、バー呼んでくれるんだよ、お客さん。ね、それで、満タンになったら、ああ、そろそろ酔っ払ってたんで帰るわ、っつって、で、また2店舗目行くんですよ。で、2店行って、もう必ず毎日、ね、地元の店に行って、そうやって満タンにして帰るっていう。僕はね、そういう意味では、政治家としてもね、まあ、政治家としてはいろいろね、脇が甘かったかもしれないけど、人間としてはやっぱ素晴らしいと思いますよ。っていうのを、やっぱ政治家の人がみんなやんないと。ね。もうさ、もう、独裁政治だもんな。変わらない。まあ、変わらないんだけど、自民党の中身変えなきゃダメだよ。自民党はもういいんですよ。政権取って。僕も自民党員だからいいんだけど、その自民党の中のやつの考え方変えないと、ね、自民党だってそのね、恨まれると思うよ、国民に。だから、やっぱさ、そこはね、ちゃんと政治家としてのバランスを取ってもらうために、このね、政治団体のね、相続税とか相続、ね、その贈与税がないとすれば、ね、それはやっぱ親の恩恵を受けてね、やってきてることなんだから、ね、それはしっかりとね、地元に、その耳傾けて、で、いろんな政治にね、反映するっていう努力をしてもらいたいなと思いますね。まあちょっと熱入りましたけども まあそんなことで、参考になったでしょうか。またね、何かあればね、コメント欄で入れていただいて、ご質問があればまたご質問入れておいてください。このようにね、時間が経ってもちゃんとお答えしてますので、ぜひね、質問とあればまた、ね、ご質問の方お願いしたいと思います。それではまた。この動画はいかがでしたでしょうか。今後もですね、継続して、このようなですね、皆さんに役立つ情報をアップさせていただきたいと思っています。ぜひですね、チャンネル登録をしていただくと、新しい情報がですね、見られるようになっておりますし、また、いいねボタンをですね、押していただいて、コメントの方もですね、入れていただくと、制作の参考にさせていただきたいと思います。どうぞ次回のですね、配信をお楽しみにしてください。